全粒児島周辺の空中写真。2014年4月24日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。全粒児島のひまわり、全粒児島は徳島県阿波市、吉野川市にある吉野川の中洲。古くは淡島と呼ばれている。四国の水辺88箇所選定。 吉野川にある日本最大の川中島で吉野川川口から約3 0トル付近にあり、広さは約500ヘクタールである。島内には、淡わ市場地区と吉野川市川島地区の境界がある。1907年に開始された吉野川の第一期改修工事によって全島買収され、1915年より遊水地として整備された。それ以前は約五百個。 三千人が島内に住んでいた。当時は、阿波郡阿波島村、宮の島村などいくつかの村が存在し、学校が2校と、浮島や渡宮などの神社が存在した。現在でも当時の島民の生活がわかる史跡が数多く残っている。現在も工作が長年にわたり、行われ、有料農地として活用されているとともに、 徳島県の主要な野菜産地として位置づけられており、冬は大根白菜、キャベツ人参レタス等、夏は水糖、かぼちゃ・スイカタバコナス等が作られている。不潔かさ、徳島吉野川の中洲、全粒寺等でひまわり見ごろ。朝日新聞、2021年9月19日閲覧。全粒寺等は約500ヘクタール。吉野川全粒寺土地改良区の組合員。 約440人が主に野菜を栽培している。全粒児島のひまわり。あわなび。2017年1月13日閲覧。第1消華線改修工事。第3吉野川改修工事。昭和2年度直轄工事年報内務省土木局。1929年。46から47ページ。2021年9月19日閲覧。 上流水彩の中心地たる、全乳児等はこれを買収して河川敷に編入し、障害物を取り払いして、湧水池の作用を完全ならしめ沿岸並みに、下流の水彩を軽減するの策を取れり、本工事は、明治40年度の着工にして、地雷害して順調なる進捗を続け対象を4年末、引き続き上流前乳児等の掘削を、はじめハット後に、川島神社に合志。 吉野川の中洲、全乳児島の面積、と、福島消費者交流広場、2017年1月13日閲覧、ありがとうございます。